明らかに。今日の地球便はオペラ歌手を引退し新たな人生を歩む娘。あ、このドラマ今回のグッド地球便は天ヶ崎とスイスをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はヨーロッパの内陸国スイス。アルプス山脈を望む美しい湖のほとりに広がるスイスでの有数の観光都市ルツェル。ここにピアノや歌を教える音楽教室を営む一人の日本人がいます。実は彼女かつてはヨーロッパを舞台に活躍するオペラ歌手でした。しかしあるきっかけで人生が大きく変わってしまったのです。あなたはねちょっと仕事するのやめてくださいって携帯電話取られて、あなたはねお母さんになるんですよって、分かってるって言ってすごい怒られて言われて、今まで自分がやってきたことは家族を持ったら無理な仕事やな。生まれてくる子供と家族のために全てを捨てる決意をした娘に日本の両親は、もったいないと思ったんですけれど、もう本人次第ですからね。親としてはやっぱり結婚して幸せに生きるっていうのが第一ですからね。輝かしいキャリアを全て捨て新たな人生を歩み出した娘に両親が届ける思いとは。こんにちは、はじめまして、グッド地球の山口です。どうもお世話になります。お願いいたします。お世話になります。お願いいたします。よろしくお願いします。娘さんのゆかさんが、はい、オペラ歌手をもともとなさってて、はい、今の音楽の教室をなさってるということですけども、はい、これは今スイスでそうなんですやってらっしゃるんですよね。はい、最初はドイツに、ね、最初はドイツに行かれたんですか。そうです。もう24、5年になります。最初日本を離れる時っていうこと時のことを思い出すと、賛成反対とか寂しさとかいろいろあったと思う。反対でした。京都の大学院にね、はい、行くことになってたんです最初ね、はい、で急にね、うん、ドイツの方に行くことになって、ドイツの方から大学の先生がね向こうに連れて行くっていうことで、あもう、うん、先生がもうスカウトですよね。そうです、先生が引っ張って行ったんですよ。そうですか。今まで何年もその中学ぐらいからずっとピアノ習ったりして、うん、僕はもういつも送り迎えしてたんですよ、はあ、それだけねやっといてダメや言うて反対するからね、うん、はい、今更なってからそういうことを言ったからしょうがないやろ言って、はい、オペラ歌手は今もなさってるんですか。いや今はしてないんです。もう今はしてないですか、はい、もうマネージャーがついておりませんので、はあはあはあ、今はもう家庭一番ってことは、今はその音楽教室をご自身でやってらっしゃるんですよね。わ、はい、かりました。じゃあ見てみましょうかね。お待たせしました。はい、ゆかさん、スイスです。プッと。スイスで音楽教室を営むゆかさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ9600キロ、13時間。かつて竜が住んでいたという伝説があり、魔の山として人々に恐れられてきたピラトゥス山。近年美しいアルプスの絶景が手軽に楽しめる場所として、季節を問わず様々な国から観光客が訪れています。そんなピラトゥス山の裾野にある古都ルツェルンの郊外、ゆかさんの自宅を訪ねました。おはようございます。グッド地球便です。日本のご両親に頼まれました、やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構雪がすごいですね。ちょっと前から寒くなってきて、はい、その前まで春みたいだったんです。へえ。こちらがリビングですか。そうです、リビングとキッチンと一緒になってるんですけれども、自宅は地下1階地上3階の 5LDK。ピアノの練習部屋で、あ、ピアノはこれ、ここは練習、子供が練習するだけで、音楽教室はまた違う建物にあるんです。
10年前に購入したこの家に家族4人で暮らしています。お名前は何てですか？アンナです。リム君ってなんで帰ってこないの？分からない。一緒に帰ってこないかんやろ。遊んどったアンティム。この地域では学校給食がないそうで、昼休みになると子どもたちが昼食を食べに一時帰宅します。いただきます。いただきます。2人ともあれなんですね、日本語大阪弁ですね。子供ができた時に一番自分でいられるのはやっぱり大阪弁だなと思って、それで関西弁で喋り始めてでもあの普通のドイツ語も喋ります。2人とも6年生からスイスではフランス語も始まるんですよ。5年生から、もう5年生から始まるの。6年生じゃん。5年生から3年生で英語入るでしょ。で5年生からフランス語入るでしょ。忙しいね。子供たちを午後の授業に送り出した後、自宅近くの仕事場へ。日本でいうカルチャーセンターの一室を借りて、2年前からピアノと歌を教える音楽教室を開いています。ここがうち の主人がここにいるんですけれども、いいですよ。実はご主人のマルコさん、柔術のスイス代表チームのコーチを15年間務めた実力者。現在会社に勤める傍ら、週に3回この教室で指導しています。めっちゃ強そうや。これが私の教室です。歌ったりピアノを弾いたり。グランドピアノは？グランドピアノは日本から持ってきたんです。親が送ってくれて。音楽との出会いは2歳の誕生日。音楽好きだった母が買ってくれたピアノでした。以来ピアノに明け暮れたゆかさん、16歳の時に軽い気持ちで始めた歌のレッスンが人生を大きく変えました。ずっとずっとそれで楽しくて歌うのが、その先生もすごくいい先生だったし、で練習していってて、半年後に頭の中でっていう、なんていうかクリックって感じの時期が来て、あ、これやって思ったんですよ。これが私が生まれてきた理由だっていうのがその時にずっと来て、歌うことの楽しさを知り、大学の声楽科に進んだゆかさんは、その才能を買われてオペラの本場ドイツへ音楽留学。外国人ながら国立音楽大学の大学院を首席で卒業しました。さらに世界的指揮者小澤征爾の公演にも出演するなど、名実ともに一流のオペラ歌手として活躍するようになったのです。午後、学校を終えた子どもたちがゆかさんの教室にやってきます。おいでよね。どうぞ。おいでよね。この日は目前に迫った発表会に向けた大切なレッスン。Herbstwanderung und Schnee? Ja, aber... Aber das hast du später gedacht? Ich weiß nicht, ob es so richtig passt. Also eine Herbstwanderung im Schnee. 指導のモットーは音楽を楽しむこと。子どもたちには演奏する曲に必ず自分なりのイメージを作らせるようにしています。子どもによって教え方変えますね。その子その子のキャラクターで何が好きとか、本当に楽しんで覚えていってほしいから、楽しいものですから音楽って。ただ単に
音を弾くんじゃなくって楽譜を弾くんじゃなくって自分で想像してお話を作っていって弾いた方がずっと楽しいじゃないですか。そうで毎回毎回感情を入れて弾いたりとかするのも楽しいし歌うのでも同じですけれども、うん、この日教室を終えたゆかさんは隣町のホールへ。集まってきたのはルツェルン在住の日本人で結成されたコーラスグループのメンバー。歌を通して楽しみながら交流を図ろうという思いに賛同したゆかさんは週に一度こちらに出向いてレッスンをしているのです。アマチュア相手とはいえ指導は本格的。ゆかさんが持ってきたのはワインのコルク。加えることで喉が広がり声が出やすくなるそうで、かつてはゆかさんもこうして練習しました。マルコさんと結婚しアンナちゃんを出産。しかし当時プロのオペラ歌手として一線で活躍していたゆかさんは1年の半分以上は家を空け、子育てはマルコさんと両親に任せっきり。家族を顧みずキャリアを重ねることだけに邁進していました。で毎回毎回違う場所に行って毎回毎回行ったらいろんなところでチヤホヤされてそうお姫様かなんか王女様かのように、そう意外といいなんていうかな、あの主役を歌わせてもらってたので若い時に。オペラ歌手として掴んだ夢の人生。しかしティム君出産の時その人生は大きく変わったのです。ちょっと仕事するのやめてくださいって携帯電話取られて、あなたはねお母さんになるんですよって言って、ある日ポイントで、ポイントでケーキをもらえたの。それが関西電力のハピーポイント。ポイントはハピーミルデンで貯まります。貯まったポイントはアイテムなどに交換できるんです。次も楽しみ。今ならキャンペーン中。さらに電気の駆けつけサービスもスタート。もっとハピーを関西電力。脇汗の出口にしっかりふた。バン汗ブロックからプレミアムロールオン新登場。脇汗本気で抑えよ。僕はスマホをカーナビの代わりにしてるんです。はい、ナビタイム。到着予想時間も正確だし、いいタイム頼りにしてます。休憩タイム。スマホナビはカーナビタイム。着いた。時間ぴったり。はい、いらっしゃい。今週3回目じゃない。はい、ゴールデンカレー。私のカレー香りが自慢なの知ってるよね。黄金の香り SB ゴールデンカレー、おかげさまで50年。家族のようなもの、仲間がいるから頑張れる、仲間がいるから楽しめる。バイトルでバイト仲間を作ろう。バイト探しはバイトル。オペラ歌手として掴んだ夢の人生。しかしティム君出産の時その人生は大きく変わったのです。もう4センチほど空いてるので出てきそうな状態になってる。で 6週間前だからまだ出てきたらあかんから、出てこないように陣痛を止めますから、ともかくずっと横になっててくださいって、この6週間ずっと横になっててくださいって言われて、カチーンときて大事を取って入院することになったゆかさん。それでも病室で仕事の電話をかけ続けたといいます。女の上位の人が来はって、あなたはねって言って、こうやってあなたはねちょっと仕事するのやめてくださいって携帯電話取られて、あなたはねお母さんになるんですよって言って、分かってるって言ってすごい怒られて言われて、お母さんになる人がなんでそんなことしてるんですかって言って、やめなさいって、もう考えるのやめなさいって、子供を産むことの方がずっと大切なの分かんないのって言って怒られたんですよ。それでなんかパチッと目が覚めましたね。で本当やなって、それを言われたら
子供のね健康の方が大切だっていうのをすごい気づいて、それでもうやめました。オペラ歌手をすっぱりと引退したゆかさん。2年前家族と過ごす時間を持ちながら音楽と関わることができる今の仕事を始めたのです。休日、家族揃ってスーパーにやってきました。今日はチーズフォンデュなので、あの一番美味しいのがもちえもちえっていうこの あのミックスが美味しいです。Das ist bei uns ein bisschen also meine Aufgabe, weil Jukka halt ja, das noch nicht so kennt. He? Und deshalb mache ich das dann zu Hause. Vanille, 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 Vanille. 実はスイスは世界一物価が高いと言われている国。そのためできるだけ外食は控えて家で食事をするようにしているそうです。夕食には近所に住むマルコさんの両親もやってきました。スイスではチーズフォンデュ作りは男の仕事。白ワインにニンニクを加え、そこにチーズを溶かしていきます。うわ、美味しそう。マミー、パピー、アンナ、ティミー、スワークリアプバラート。こうして家族と過ごす時間が何よりも幸せだというユカさん。アンナちゃんとティム君も音楽教室に通うようになり、一緒に過ごす時間はますます増えています。いただきます。すごい。Sie ist eine Bereicherung für unsere Familie. Sie tut unsere Familie gut. Es ist also ein Gewinn. Also wenn man ein Brot fallen lässt, dann hat man da so Regeln.Als ich jung war, da musste man jemand küssen. Oh, Timmy, Lieder singen. Oh, das ist lecker. Also, ist gut. Ja. Das ist okay. So. Ichi. Nee. San. Ja. Oh. Rosmarin. Aber da, ja.毎日のように舞台に立ち歌っていたあの頃から9年。ゆかさんは今年に1回だけ自分のためのコンサートを開いています。この日は本番に向けてオルガン奏者との音合わせ。省エネだけじゃ物足りない、あたしゃほんとよくパリパリパリ。そんなママにはハピーミルデン。もう電気の見える化だけじゃないんだよ。暮らしに役立つ情報がいっぱい。例えば地域の口コミやお得が満載のローカルクーポン情報。4月からはハピーポイントも貯まります。それがハピーミルデン。これいいかも。今ならキャンペーン中。あは、もっとハピーを。関西電力。たかしは動揺していた。女性が使っているホットペッパービューティーが男も使えたからである。僕ケンジです。ケチャップついてるぞたかし。僕ケンジです。男のヘアサロン予約もホットペッパービューティー。リクルート。いいよ。スマホ時代に朗報です。ネットと電話をいいよ光。スマホを au にすると au スマホの利用料がここまでお得になるそうです。しかも家族一人一人とのことです。たくさんの人がお得になりますね。服借り放題始まる。めちゃ借り。最後じゃん。緊張すんな。よいしょ。いけるか。村を作り守り攻めるクラッシュオブクラン。大げさなことは何もできないけど、君を笑顔にする
魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話、そして大好きのキス。パパも一緒。パナソニック。この日は年に一度のコンサートに向け、オルガン奏者と音合わせ。ハロー、フライクメン。Da vorne ist das, ne?一度はコンサートするようにやってるんですね。毎年毎年コンサートして、そう、歌う機会を作ってます。しないと爆発してしまいますね。うん、あ、すごい。年一度ああやって、ね、練習して、やっぱり自分を出せる場をしっかり作って、素晴らしいですね。まあね、あの家族とも仲良くしてる様子がで、ね、見れてよかったと思います、ね、仲いい家族ですね。もう涙が出るぐらい、はい、よう頑張ってるなと思ってね。うん、あのご自身おっしゃってましたけども、ゆかさんがピンときたという、あ、私が生まれてきた理由が分かったっていう、そうです、そう思えたっていうのはすごいことです。でもお父さんとお母さん、金の卵を産んだかも分かれへんよ、磨けば光るかも分かれへん言ってドイツに行きました。ご自身がおっしゃったんですか。はい、あんまりご本人が言うセリフじゃないですか。そうです、そう言ったんです。行きたいがために。すごいな。でもその音楽のことばっかり、仕事のことばっかりやってたら、看護師さんですかね、はい、すごくゆかさんのことをお叱りになったというね、その方すごい方ですね、うん、それで人生変わったわけですから。そうですね、うん、母としてはだいぶ足らんところがあるんですけどね、向こうの主人が結構助けてくれてるんですよ、ねえ、はい、強くて優しいご主人で、はい、この後お届け物をさせていただいたところ、はいはい、引き続きご覧いただきたいと思います。はい、すみません、失礼しましょう。ゆかさん、スイスです。この日はゆかさんの音楽教室の発表会、子供たちが通う小学校で開かれます。マルコさんにアンナちゃん、そしてティム君、朝から家族総出で準備をします。日頃の成果を見ようと、たくさんの保護者が集まりました。みんな緊張してる。Guten Morgen zusammen. Es ist wieder mal Zeit, unsere Klassenkonzert zu machen.かつてオペラ歌手として手にした夢を全て手放したゆかさん。しかしその決断は新たな幸せをもたらしてくれました。ゆかさんは今心から人生を楽しんでいます。第二の人生でまた新しいこと、いろんなことを始めていきたいなと思っているので、まだまだやっていきます。ずっと、死ぬまで。パワフルに。ゆかさんに日本の両親から届け物です。
この後10時55分からは旅プラ。やばー、あー止まらない、水が止まらない。そんな緊急時は関西電力にお任せ。月々税抜き100円でいつでも駆けつけます。さらに嬉しい特典も、それがハピークラスサポート。助かった。今ならキャンペーン中、まずはハピーミルデンに登録。もっとハピーを。関西電力。あなたのそのスマホマイネオでそのまま安くなる。安っ。ままで安くなる。おお。そのまま。ままで。うわ。そう、あなたのスマホ代マイネオで安くなる。マイネオで検索。関西の皆さん、イオヒカリのケイオプティコムがお届けするスマホ代を安くするサービス、マイネオ。あなたのスマホ代マイネオで安くなる。え、安っ。マイネオで検索。ああ、俺これでいいや。虹だ。おいしくなった、サントリー新オールフリー誕生。これがいいや。この城脱出するのじゃ。迫り来る罠、罠、罠。レーザーミッション脱出の城。参ったでござる。映画村ブレーン見つけました。日本の水にふさわしい焙煎を。日本の水で巧みに香るボトルコーヒーブレンディ AGF。あー、髪切りたい、髪切りたい、髪切りたいよ、髪切りたいよ。でもお店閉まってるか。その衝動にポチッとネット要約。ホットペッパービューティーリクルート。スイスで音楽教室を営み家族と生きるユカさんに日本の両親から届け物です。届け物はピアノの椅子。ゆかさんの2歳の誕生日に両親が買ってくれたものです。音楽に心を躍らせていた幼い頃の思い出がたくさん刻まれています。本当に出発点ここから始まったので、最初のちっちゃい時は一番上でしたもん。このこれの一番上の状態でちっちゃい私がこうやって座ってこうやって一生懸命ピアノ弾いてたでしょ。それがだん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 大きくなって、だん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 下に行ってね、このぐらいまで行って、これすごい便利なんですよ。で、うわー、すごい嬉しいです。それで持ってきてもらった。ありがとうございます。なんかそれで私のやっぱり思い出があるから嬉しいですね。座ってみて。座り心地、座り心地むちゃくちゃいいですね。嬉しい、ありがとう。お父さんとかよくそうなってアイデアがすごい嬉しいです。こんなん送ってもらったらありがとうございます。あのピアノの椅子ってもうパッと見た瞬間に、あ、これって分かるんですね。そうですね、もう2、3の頃から座ってたからね。はい、やっぱりあの子があの椅子に座った時が一番心地よく弾いてましたので、はい。でも今みたいにあれだけ喜んでくれたらね、はい、涙が出ますよね。本当。でも今度あの椅子に座って、もちろんゆかさんも座るし、はい、子供たちも、そうですね。ね、椅子がずっとずっとこの音楽好きな子たちを生んでいくというか、そうですね。そういうものですよね。次回のお届け先はカナダ。ここに世界最高峰のプロリーグを目指す16歳のアイスホッケー選手がいます。わずか12歳で海を渡った彼、高校に通いながらホッケー漬けの毎日を送っています。日本のチームを飛び出し一人戦い続けるともに仲間たちから届け物。
日本みたいに待っててもコーチ助けてくれるわけじゃなくて自分から行かないと全然成長もできないんで。いや。